クリックしてスタート。あなただけの推し概念カフェ実況プレイ始めていきたいと思います。私のオリジナルキャラクターがなんか作れたりするみたいなやつらしいです。始める。あ、かわいい、このマウスカーソルみたいなやつが。お、なんだろうお前、アイスクリームの化身かな。クリフェ、ようこそイメージキッチンへ。イメージキッチン、ここではあなたのイメージをもとにカフェメニューが作れます。楽しそう。早速一緒に素敵なメニューを作っちゃいましょう。よろしくね。クリフェ、こんな感じで作れるよ。できた画像への付け足しも自由。お手持ちのお絵かきアプリなどを使ってね。あ、そんなことができるんだ。チビキャラを乗せてもグッド。キャラの画像を重ねても楽しい。ほう。ここでは推しやあなたのキャラ、あなた自身のイメージなどをカフェメニューにすることができる。楽しそう。モチーフをイメージしながらメニューをデザインしていき、デザインが完成したらメニューの写真を自動で保存できます。保存がうまくいかなかったらスクショを撮ってね。ここではあなたが作ったカフェメニューの画像はご自由にお使いいただけます。商用も OK。 すごい、いいの。加工したり切り抜いて使ったり、自分のキャラの画像と合成したりも OK。 SNS 投稿も大歓迎です。作った画像をベースに自分でオリジナルパーツを書き加えたり、チョコやアイスに後からお絵かきするのもおすすめです。すごいな。どっちを作る、右下のボタンから好きなタイミングでセーブできます。ドリンクとマカロン、どっちを作ってみますか。セーブしとこう。じゃあマカロン作りたいな。双子マカロン、仲良しな2人やキャラの二面性も表現できる。ほう。ドリンク、この一杯にいろいろなデザインを詰め込める。とりあえずマカロンから作ってみよう。わかんねえけど。メインのカラー、あ、こういうのが選べるの。上マカロン、あ、あーなるほど。え、なにこれ、ちょっと待って、これは何。あはは、ワインレッド、あーなるほど。あ、結構たいっぱいあるな。これで OK。 あ、上マカロンを、じゃあどうしよう、寒色系で揃える。一旦クリーム、クリーム差し色黄色でも入れておいてやろうぜ。水色のマカロン作ってやろうぜ。マカロンってカラフルなイメージあるもんね。青と相性良さそうな色入れたいな。いやでも青でいっか。同系色でいっか。こんな感じでいっか。一回上はで、上マカロン、2マカロンの方はちょっと赤めのビターな。あ、何これ、え、何これ、かわいい。え、これさっきもあった。クリームの方で入れようぜ。黄色バージョンあるかな。黄色バージョン、え、楽しい、これ。あ、黄色で作ろうぜ。あ、かわいいじゃん。あ、でもさっきの黄色単色の方がいいかな。いいな、なんか、あ、てかもう普通にこっちのマカロン2の方もえぐめだけどいや、ちょっとまあまあ悪くはない、悪くはないんじゃ。これでいいんじゃない、これ、いや、これだな、これでいいんじゃない、大人な感じする。で、トッピングを選ぶ。何トッピングって、クリームと一緒に挟むトッピングを選びます。トッピング、こっちはキラキラさせたいな。あ、すごい、キラキラできんだ。いや、花とかつけちゃうとさ、もう食べられなくなっちゃうよ。なしにするもできるんだ。あ、なんだっけこれ、なんだっけこれ、なんとかシャワーみたいなやつだよね。これあるとなんかほんとワクワクしちゃうよね。あ、こういうのもあるよね。わー、いいな、すげえ。え、どうしようどうしよう、メガネ、なぜ星とか無難にいいよね。あ、リボンもいいね。あ、リボンシックでいいね。まあ、とりあえずこの子供がテンション上がるやつつけといて、で、こっち側はちょっとリボンつけとこうぜ。大人な感じで。いや、おしゃれ。お前、だいぶおしゃれじゃん。あ、青のリボンもいいな。でも、これでいいかな。これで OK。デコレーション。仕上げにマカロンをデコレーションしちゃいましょう。ホイップやデコパーツを乗せられます。デコ。デコとは、シンプル。ハート。あ、なるほどね。こういうのができるんだ。でも、あんまいらんな。まあ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 、星を乗せてもいいよね。エレガント。あ、エレガント。あ、エレガントいいじゃん。エレガントいいね。わあ、すごい大人な空気感。十字架って、歯車って、マカロン、歯車って、跳ねて。すごい、結構本当に無限だな。あ、リボンここでもつけれんの。あ、このパターンのリボンありだな。え、ありだな。え、これでもいい気がするな。スタイリッシュとは、スタイリッシュ。あ、結構こういう幾何学的な何かを
イメージしてるみたいな感じなのか。あ、月いいね、めっちゃ。パズル好きなんすよね、パズル。虫眼鏡。おもろ。いや、何この電源入れるボタンみたいな。すごいな。どうしよう。もう別に、ファンタジー。あ、羽とかも、あ、かわいいじゃん。急に。音符もいいな。いや、無限だな、こんな。ドクロあえてつけちゃうってもんよね。こんな、かわいい感じで、あえてドクロつけちゃうってのもありだよね。傷んだハート。鏡。王冠。あ、王冠ね。王冠なんか安っぽく見えちゃうよね、でも。こっちは。めっちゃいっぱいあるじゃん。和風。和風いいね。ドラえもんみたいにするってのもあり。和風か。ちょっとでも、方向性に合わないな。手裏剣乗せといてもいい。あ、こういうのいいよね。なんだっけ、こういうの。コンペイトーだっけ。コンペイトーありだよね。いや、金魚鉢乗ってたら変だろ、めっちゃ。お絵かきフレームって何？イニシャルや、イラストを入れられるのに便利な。あ、そういうのがあんだ。これ別にいらねえな、じゃあ。じゃあいいや。アニマル自然。あー、なるほど。あ、こういうチョコ、あ、いいじゃん。このサクサクパンダみたいなやつ。トカゲ怖いだろ。ヘビとか怖いだろ、ここに。このマカロンのデザインでヘビあったら怖いだろ。怖すぎるだろ。ひまわりいいな。あー、ありそう。お金持ちの家に置いてありそうだもん、こういうマカロン。キノコって。天気予報みたいになってきた、急に。雷いいな。サクサクパンダ乗せときてえな。何が一番良かったかな。シンプルのリボンにしとこうかな。あ、リボンシンプルじゃなかった。エレガントかな。やっぱリボンでしょ、こういうのは。ピンクのリボンでもつけてあげようかな。ホイップを選ぶ。あ、ホイップここ上に乗せれんの。いい、いらん、いらん、いらん。あんまいらんだろ。あんまいらん、あんまいらん。シンプルにしよう、なしにしよう。これでオッケー。で、デコに、こっちはエレガントのバラ乗せとこうぜ。いや、食べたいかどうかって言われたら、あんま食べたくはないな。何これ。あ、いいね。ネジ巻きがついてんだ。蝶とかちょっと、あれだしな。まあ、バラでもつけとくか。これでいいや。これでオッケー。で、デコレーション、仕上げにマカロンをデコレーションしよう。あ、これさっきやったから出来上がり。デザインはオッケー。右下のボタンからセーブすると便利。これで完成。撮影ルームを選ぼう。撮影ルーム、プリクラみたいになってない。それではメニューのイメージにぴったりな撮影ルームを準備してみましょう。背景とテーブルを選んでイメージに合う空間にしちゃいましょう。噛んじゃった。背景を選ぼう。背景。あー、なるほど。なんかもっとシックな感じにしたいけど。あー、いいね、いいね。いいけど、ちょっと、ぼやけちゃうな。ちょっと、あれだな。色の統一性があんまなかった。こういうのでもいいか。背景むずいな。いや、むずいな、背景が。あ、いいじゃん、こういうの。絶対置いてないだろ、和室には、マカロン。あー、屋敷でね。屋敷で食べる。あ、いいんじゃない？これでいいんじゃん、もう。でも、これも結構いいな。これいいな。いや、森で急にマカロン置いてあったら怖いだろ。宇宙。いや、神秘的かよ。あ、ここら辺もいいね。なんだろ、これ。あ、これいいんじゃない？わかんねえけど。これはなんだ？すげえ、わかんないことだらけだ。でも、なんとなくこれがいい気がするな。いや、でも、あえて、やっぱここはシンプルめに。どれだっけ？こういうのでいいんじゃ、シンプルじゃなかった、全然。まあ、これでいいんじゃない？ごちゃごちゃしようぞ。テーブル、四角いタイプ。あ、なるほど、なるほど。丸いタイプ。あ、テーブルいっぱい選べるんだ。赤と青だからね。結構もうシンプルな色の白とかのテーブルの方がいいんじゃない？黒にしてみる。黒のテーブルにさ乗ってたらあんま美味しそうに見えないよね。いや、まあ茶色もちょっとオーソドックスすぎるかなみたいなとこあるしな。テーブルが一番むずいまであるな。テーブルむずいな。背景を変えよう。やっぱこれにしよう。あ、これにしたら逆にテーブル選びやすいんじゃないか。赤はちょっとやりすぎて、これでいい気がするな。カフェっぽい。これでいいんじゃない？出来上がり。撮影ルームのデザインが決まりました。これで OK。完成。いいじゃん。いいじゃん。おしゃれおしゃれ。2500円で売ってそう、このマカロンは。よし、眺める。鑑賞したりスクリーンショット撮れます。3秒間、ボタンを表示しなくなります。あ、そういうのもできるの。すーげえ。
ありがとう。遊びに来てくださりありがとうございました。楽しかった。これで終わりでいいや。サンキューフォープレイング。すご、こんなタイプのゲームがあるんだね。すごいな。お金取れそうじゃん、めちゃくちゃ。ゲームセンターとかにあったらテンション上がっちゃうよね。自分の写真とか入れたりしたら。じゃあ、始めるで。なんだ、そうなんだ。普通にデザイン決める感じなんだ。てっきりさ、こういうマカロンのデザインを作ったあなたはみたいな、あなたはこんな感じのタイプの人ねとか、そういう感じのゲームかと思ったわ。で、ドリンク作ってみよう。ドリンクを注ぐ。え、下のドリンクを選ぶ。何、下のドリンク。あー、なるほどね。インスタ映えを目指せってこと。え、じゃあパステル的なやつがいいんじゃない。結局はやっぱ下らへんは濃いめの色を入れておこう。紫を入れておこうぜ。で、中はどうする。黄色でも入れとく。いや、ちょっと黄色が怖いな。緑だな。緑上。赤怖すぎるだろ。いや、ドリンクめちゃくちゃ、あ、いいじゃん、このふわふわ綿菓子みたいのができた。これでいこうぜ。これでいいよ。これでトッピングを入れる。ドリンクをもっと素敵にしたり、アイスを乗せられます。両方入れることもできますよ。へえ、ドリンクパワーアップ、パワーアップ。あ、いいじゃん、いいじゃん、かわいいかわいい、面白。いや、果物リアルだな、急に。いや、どうしたこれは。あ、これかわいいんじゃない。なんかその店のグラスのデザインみたいになってていいよね。アイス乗せよ。フレーバーを選ぶ。フレーバー、ポッピング、ポッピングシャワーある。ポッピングシャワーある、本当に。ポッピングシャワーあんじゃん。これにしようよ。で、フレーバーを選ぶ。あ、がフレーバー今選んだんだよね。アイスのトッピング、あ、こういうのもできるんだ。いや、なんもいらんな。ミントでも乗せとくか。うさ耳、いや、うさ耳、タレ耳、タレ耳、丸耳、ぴょこ耳、三角耳、角。あー、なるほどね。あ、チェリーとかでいいんじゃない。普通にイチゴは苦手だからな。いや、リボン乗せてたら食いづらいよな。でもリボンがチョコレートでできてるとかだったらいいのかな。いや、もう何味なのか全然想像できないよ、このドリンク。いや、無難にチェリーでいいんじゃねえかな。あー、帽子いい。これめっちゃいいじゃん、帽子。帽子にしよう。これでいいよ。おしゃれおしゃれ。これでオッケー。これでオッケー。デコレーション。ちょっとドリンクが淡すぎるかな、色が。左のデコ。シンプル。何、左のデコって。あ、そういうことね。あ、さっきと同じシステムか、これ。え、どうしよう。なんかいいのあったっけ。バラ添えてんのおもろいけどな、毎回。リボンも、あー、かわいいね。かわいいけど、このリボンはどんな材質でできてんのか気になってしょうがなくなっちゃう。まあ、リボンにしとくか。だって、飲み物だもんね、一応。気になっちゃうよ。え、大丈夫かな。飲んでも大丈夫なやつかなってなっちゃうけど。ハートはちょっとやりすぎだな。太陽。なんかこういう形のお菓子みたいなのあるもんね。月でも入れとく。ちょ、世界観がよくわかんねえ感じになっちゃうけど。ストロー。あ、ストロー大事だな。ストローってめっちゃ大事だもんね。あ、透明がいいかな。いや、怖い怖い怖い。あ、でも、これいいな。ピンクもいいけど。あ、これいいな。一番いいんじゃね、これ。これでいいや。これにしようぜ。出来上がり。メニューのデザインができましたか？できました。かわいい。え、また撮影すんだ。あ、こういうゲームだったんだ。面白いね。背景とテーブルを選んでイメージに合う空間にしちゃいましょう。背景を選ぶ。背景か。あ、もうこれでもいいけどな。夏みたいな背景ある。夏みたいな。虹みたいな。いや、ちょっと微妙か。あ、いいじゃん。夏みたいな。これでいいんじゃない？で、テーブル選ぼうよ。テーブルも白でいいんじゃない？これでいいんじゃない？面白このゲーム。暇な時ずっとできるじゃん。かわいい。そして眺めよ。で、3秒間スクリーンショット撮れるんでしょ。すごいゲームだな、これ。かわいい。だからこれをアイコンとかにしてもいいですよってことなんだ。面白い。できたメニューを概念カフェをつけてシェアしよう。つけなくても全然 OK。 いや、面白いゲームだな。あなたが作ったカフェメニューの画像は絵や文字を自由に書き加えられますので、
ぜひ素敵にアレンジしてみてください。すごいゲームだね。めっちゃすごいゲームだねこれ。というわけで、あなただけの推し概念カフェ、ここまでにしよっかな。あ、でもぽいやつができた。あ、確かにね、緑、黄色、白ってめっちゃいいね。マカロンも確かにこういう風に作ったらめっちゃおしゃれか。クリームの上に星とか月とか乗せてたらおしゃれだな。というわけで面白かった。普通に気になった方はぜひやってみてください。